さあ、というわけで、はい、ついに以前やったカエルのグローブの、はい、ありました、はい、動画撮ったんですけど、まあ、ちょっと経緯は、あれが一応試作品というか、U バックをやってみて、ね、ちょっとまあミスというか穴があったじゃないですか。で、本来はあれをプレゼント企画にするという予定だったんですけど、でもあの時自分は学生用にすると、なるほど、学生プレゼントにするって言ったので、やっぱ使えた方がいいと。それはそうですよね、はい、いろいろ考えた結果、学生用をちょっとですね、はいはい、調達してきました。あ、はい、これを実際にこの後、はい、中学生に決まったんですけど、はいはい、お渡ししに行く回になってます。ありがとうございます。ゆうぽんくんファンなので、お、まあ、もちろんうちの動画を見てる人なんですけど、まあでしょうね、ガチファンに会いに行ける。あ、ガチファン、はい、いい動画です。これは珍しい。で、はい、あの白ガエルのグローブには、まあ、ユーポンロゴがあったと思うんですけど、あ、ありましたね、まあ、あれに似たユーポンロゴをこっちにも入れてるので、もうすごいこれ動画の記念にもなりますし、ユーポンくんのガチファンも喜ぶ、はい、嬉しい企画になってます。なるほど、はい、本当にユーポンっていう刺繍が入ってもいいのかっていう感じですね。そうです、そうです、そうです、はい、いや、いいと思います。というわけで完成したグローブ、はい、まだ見てないですか。いや、私生を見てないです、はい、じゃあこちらになります。バーン、ユーポン刺繍入りです。これ、いや、これはやばい。私の時は親指に入ってたですけど、あ、そうです、学生なんで、学生なんで平場に、うん、はい、はい、どうですか、配色というか、学生対応なんで、これ試合で使います。学生対応なんですけど、カラフル、はい、カラフルに決まって、ちょっと、うん、今回あのデザイン、カラーデザインちょっと自分が決めさせてもらったんですけど、あ、そうそうそう、言ってください、いいと、はい、やっぱり学生対応ですけど、おしゃれしたいじゃないですか、うん、やっぱりカラフルなグラブ使いたい、特に中学生、はい、カラフルなグラブ使いたい年頃、やっぱりそういった時にはしっかりいろんな色を入れたいなと、できる限りいろんな色を入れたいと、うん、いうことで、まずその中学生の子が要望が赤、赤オレが良かったと、お、赤オレがいいって言ってたので、赤オレを、まあ、まずメインでやって、はい、その中でちょっとおしゃれを入れていこうと、うん、ということで、まず赤オレに合う一番最近ね、自分が一番好きなのがキャラメルの紐を合わせること、はいはい、これが最近ね、やっぱりいいなと思ってこれにしたのと、で、あの自分高校の時にその同い年の子がオーダーグラブ、水野のオーダーグラブで赤オレに平裏黄色にしてたんですよ、はいはいはい、それ見てかっこいいなと思って、あ、こんなおしゃれの仕方もあるんだと思って、あの、パクりました。なるほど、はい、パクりました。平裏黄色、レモンイエローですこれ、ね、レモンイエローです。で、ワンピースウェブのステッチピンクになってます、はい、で、ラベルがゴールドピンク、はい、になってます。いや、これはいいですよ。いいですか。はい、で、今回ワンピースは普段のいつもと同じワンピースで、そうですね、はい、これと片付けしてですね、はい、この動画の後半でお渡ししに行きますので、そのリアルな声を聞いていこうかなと思います。わかりました。はい、ちょっとガイドだけ私がつけます。まあ、当てはさみですから。いや、赤オレの軟式なので、赤オレはかわいいっすね。タクチスポーツコラボ以来ですか。はい、でもあれは公式なんで。そうか、全然軟式の赤オレはいつ以来だ。まあ、ガイドはこんなもんでしょう。あとはじゃあ、はい、やってください。頑張りましょう。どんな思いを込めてやりますか、今日は、片付けは。やっぱりしっかりと、まあ、3年間、まあ、高校の最初の方でも使うとしたら4年間、そうですね、使うかもしれないので、やっぱり、しっかり丈夫な感じで、けど、なんだろう、勝手に入ってほしいな、勝手に入ってくれるような、うん、が一番いいなって思います。ちゃんと刺繍が入ってるんで、転売されないようになってるんですよ。あ、確かに確かに、はい、パッと見は普通のグラブですもんね、こう、うん、でも、多分そのUポンロゴは多分発注かけたら俺が分かるから、今後。確かに、もう今1個しかないんで世界に。確かに、はい、平裏に入ってるのはこれしかない。そうです、そうです。しかもラベルも新型なんで、あの、今年の2023の方なんで、ゴールドピック、はい、これ、これ転売したら一瞬でバレますからね。確かに、はい、今の中学生はワンピース好きなのかね。どうなんですか、ってか使ったことあるのか分かんないですよね、うん、使ったことない人の方が多くないですか、多分、うん、ほとんどみんな H とかクロスとかだと思うんですよね。何が主流なんかね、中学生は。でもやっぱり H じゃないですか。あ、そうなの。まあ万人受けするよね。へえ、ユーポン片付け俺初めて見るわ。マジですか。そんな変わったことはしないですよね。一つあるじゃない、結構入れるタイプですよ。あ、そうなの。こっちは入れたい。片付けは数ですからね。まあ、私数の経験はまだ全然ないんで、ちょっとしかないんで。どうですか、仕上がりは。いや、でもあの柔らかくなるの早いですね、うん、軟式赤折れ。いや、赤折れこれいいっすね、やっぱ軟式えぐい。赤折れの質がえぐい、普通に。ちっちゃ、そりゃそうです。ちっちゃ、そりゃそうだ。おお、早いな。赤折れいいっすね、やっぱ。最高ですね、やっぱこれ。いいな、これ公式か軟式か分かんないもん。分かんない、全然分かんない。
やっぱ小指芯の効きはいいですね、うん、軟式は。そうっすね、なんか無駄なあれがない、うん、癖がないから軟式暴れるんで、ボールが上部下がっつりつけます、うん、こんな感じ。でもこの企画に応募してくれたのは本当にガチファンだけなので、いいんじゃないですか。確かに確かに嬉しいんじゃないですか。いや嬉しいですよ。そういえば西園さん、ありがとうございました。西園さん、ありがとうございます。 T シャツ、ワールドベガザーズ、最高です。最高です。形はある程度できてきたかなと。はい、こういった感じ、うん、はい、じゃあプロデュースとして完走させます。はい、はい、まんべんなく。いや、赤オレいいだ、普通に以上です。よし、形はこんな感じです。はい、どうですか仕上がりは。いや、いいと思います。動かしてください。指の立ち方が、立ち感がいいです、うん、いいですか、わかりました。じゃあ楽しみに感想を待ってます。はい、お願いします。はい、1週間後へ、どうぞ。どうぞ。はい、というわけで、あれから1ヶ月ほど経ちまして、結構経ちましたね。はい、ついに明日から夏休みということで、学生たちは素晴らしいタイミングで、はあ、ベストタイミングで、はい、お届けに来ました。はい、もう来てもらいましたけど、中学1年生、お願いします。お願いします。どうぞ。こんにちは。こんにちは。下の名前を、流星です。流星くん、いや、この選ばれた一人ですから、すごいですよ。いいですね。結構動画見てくれてますか。あ、めっちゃ見てます。 ありがとうございます。ちなみにいつぐらいから。コロナになった結構前だもん。うん、3年ぐらい前か。あ、そうです。小4、5、5とか。5です。お、いいですね。ちなみに部活内で走るおいチャンネル視聴者はどのぐらいいますか。全体の、全体の4分の1。お、結構いるんです。全然じゃあぜひこれグローブを今日あのプレゼントするんですけど、そのグローブ GS グローブなので、みんなにこう認知してもらうように広めてください。はい、はい、というわけでじゃあ渡しますか。渡しますか。はい、まあ、とりあえずまずこれで。はい、それが本当はこれが来る予定だったんだけど、そうそう、やっぱり学生使えないということで、あの急遽作り直しまして。え、でも知ってるんですよ、デザインは。デザイン、いや、デザインは知らない。知らない。色だけ指定して、知らないの。あ、そうかそうか。指定して細かいのは。そうかそうか。そうそうそう。はい、じゃあお願いします。じゃあ自分でちょっと開けてもらいましょう。はい、はい、パンと。はい、まあ、動画でもみんな知ってるので、はい、確かに確かに、はい、どうですか、指定した赤オレ。赤オレか、赤オレの平浦レモンイエローか。そう、いや、赤オレだけ指定してきて。赤オレだけか。でもその平浦のこの中のレモンイエロー、うん、この中のレモンイエローとヒモキャメル、キャラメルっていうのは自分が選びました。ということで、第一印象どうですか。第一印象は、深いモンタナスポーツ行って、うん、あ、結構私も意外とちっちゃくて、うん、知ってるね、よく知ってるね。いざはめてみると広くて取りやすそうだなって。なるほど。ちょっとまあすぐねこれを実践で使うっていうのは難しいと思うんですけど、キャッチボールとかが鳴らしてもらって、まあ、テンション上がると思うんで。明日から夏休みの練習始まる。どうなんですか、どのぐらいやるんですか練習は。4月中はほとんど練習毎日で、8月からも大会とか入ってくんで。なるほど。じゃあもう明日からやろうと思えば使えるんですね、キャッチボールなら。自主練とかならいけるかな。はい、じゃあちょっとぜひ GS を広めてもらって、まあ夏休み熱中症にならないように気付けてもらって頑張ってください。はい、じゃあ最後一言何かありますか、抱負。この夏休みで新人戦の秋大会があるんで、その時にはもう都大会行きたいです。なるほど。まず怪我をしないこと、それが大事だと思うんで。確かに確かに。はい、頑張ってください、はい、頑張ってください。そんな感じでありがとうございました。応援してます。ありがとうございます。頑張って。戦う意志はあれ、道は続いてこう。ララララ。そして8月のプレゼント企画はボルタのバッティング手袋2個セットを1名様にプレゼントします。以前動画でレビューしましたが、耐久性が非常に高いバッティング手袋、ぜひ使ってみてください。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募お待ちしております。当選者の発表は9月1日の動画で行いますので、よろしくお願いします。